と氷河じゃないか。久しぶりだな。こっちに帰ってきてたのね。もしかしてその子はレウス？そう、もう立派に相棒をライドオンできるんだぞ。そう、それは本当に良かった。でもこの子、レウスに何か？肉球を見ると周りが見えなくなるから困るぜ。あ、その失礼。彼らは？カイルと月乃よ。ハンターなの。そう、ハンターなのね。ところで、あなたたちはどうしてここに？実は各地で大穴がどんどん増えていってるんだ。光の色もおかしくなってる。それを調査するために戻ったんだ。大穴の底にはモンスターがいる。この災厄もきっとそのモンスターが原因。そう、やっぱりモンスターが関わっていたのね。大穴から漏れる光の色が日を増すごとに変わっている気がする。あたりのモンスターも凶暴になっているの。できればあなたたちにもこのあたりの調査に協力してもらいたい。この先を進んだところの大穴を任せてもいいかしら。それとレウスから目を離さないようにね。ん？どうしてそんなこと言うんだ？レウス、なんだか元気がないように見えて。そうか？俺には元気に見えるぞ。なあレウス。お互い調査が終わったらここに集合。でいい？ええ、お願いね。Okay.
女の強さってやつか。
何度来てもロロスカは寒いな。大丈夫。ああ寒いな、心の芯まで冷えちゃいそうだな。うん、おい、俺の心配はしてくれないのかよ。本当に寒いやつはそんなに元気じゃねえよ。むきー、地面が地面がめくれ上がってくぞ。よく聞け。あの状態では攻撃が通らない。ブレスを何度も測れる前にまとっている氷塊を剥がすぞ。よく知ってるな。ハンターだからよ。さあ行くぞ。
アルトゥーラはどこかへ移動している？ なあ相棒、さっきよりも大穴の色がおかしくなってないか？各地に大穴が増え、光もこの状態だ。原因がモンスターにあるなら、そいつが一層活動的になってるんだろうな。それってつまり、まずいんじゃないか？ああ、一刻も早くそいつの居場所を突き止めるぞ。強硬化したモンスターはこっちにいた。でも大穴のモンスターはいなかった。そう、ここにもいないのね。大穴の光とモンスターたちのつながりは何？前に来た時よりも光の色が濃くなっている。モンスターたちは光に反応して暴れ回ってるみたいだ。偶然ね。私も同じことを思ってた。光の色とモンスターの凶暴性は共鳴しているかもしれない。大穴の光の色が変化するとヤバいってことだな。ああ、完全に変わってしまう前に大穴のモンスターとやらを見つけてやる。あなた、モンスターのことをよく見てるのね。ハンターだからね。話は終わりだ。ここを出るぞ。私はここで。本当はあなたたちの力になりたいけど。
クアン村を守れるのは私と氷河しかいないから。ああ、アユリアの気持ちだけもらっておくぜ。な、相棒。それとレウスのことだけど、やっぱり何か引っかかっているの？ええ、あなたのレウス、強硬化したモンスターと戦うほど命の光が小さくなっていってるような気がするの。強硬化したモンスターのせいでレウスの寿命が縮んでるのか？この子は自分の力を抑えながら戦っている。抑えられた力によって命が削られているように見えるの。そんな。ただこの世界を救えるのはあなたのレウスだけかもしれない。だからこそ最後までこの子を守ってあげないと。守る。あなたならできると思う。アユリア、いろいろとありがとうな。絆があなたとレウスを守ってくれるわ。